こんにちは、こんばんは、TK です。今回ご紹介するビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻すは、物質的な豊かさはほぼ満たされているんだから、これからは経済成長を追い求めるんじゃなくて、衝動を軸に活動しましょう。そうすれば楽しく生活できるし、難しい問題も解決できる世の中を作れるよ、という主張を訴えている本です。今の日本ではほとんどの方が衣食住で何不自由のない生活を送れていますよね。もちろん日々の生活に困っている人がゼロだとは言いません。ただし仮にそういった人がいても、生活保護などのセーフティーネットが整っている日本では、食べるものがなくて餓死するなんてことはほぼ起こりえません。要するに日本人はすでに物質的豊かさをほぼ満たしていると言えるんですよ。にもかかわらず、さらなる成長を追い求めて日本人は必死に働いていますよね。そんな日本人に対して本書は、もう成長を追い求めて頑張るのはやめて、衝動を軸に行動しようよ、というメッセージを発信しています。ここで言う衝動っていうのは、自分の心の中から湧き起こる素直な感情と思ってもらえれば OK です。後ほど詳しく解説しますが、この衝動を軸に行動すると、現在放置されている難しい問題も解決される世の中を作り出すことができるんですよ。本書は社会派の内容なので、ややとっつきにくいと感じられたかもしれませんが、言っていることはとても夢があり、情熱があり、誰が読んでもワクワクするような内容になっていることは間違いありません。そんな本書を書いた著者の山口さんの肩書きを一言で表すと、ナレッジキュレーターとなります。ナレッジキュレーターって何って思われたかと思いますが、このナレッジキュレーター、日本語訳にすると、付加価値をつけた知識を届ける人となります。単純に知識を発信するだけじゃなくて、自分の考えとか経験を交えて発信するっていうイメージです。実は著者の山口さん、電通とボストンコンサルティンググループという超大手で働いた経歴がありまして、さらに独学であらゆるジャンルの勉強を極めているので、知識と経験がものすごい方なんですよ。本書を読んでると、以下のようなところから頭の良さがはっきりと伝わってきます。例え話をするときにイエス・キリストの言葉を引用する。戦争によって街が壊れてしまった様子を怪人にキスと表現する。豊富なデータを用いて説得力を高める。こんな感じで、間違いなくこの人頭いいんだろうなっていうのが、本書を読んでいるとひしひしと伝わってきます。今回はそんな知の巨人とも呼べる山口さんが書いたビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻すを以下3つのポイントで解説します。 1. 成長はもういらない。 2. これからは衝動の時代。 3. ユニバーサルベーシックインカムを導入せよ。この動画を最後まで見ていただければ、成長を追い求めない精神的に豊かな未来を頭の中に描くことができるようになります。難しい話もなるべく簡単に解説しますので、ぜひお気軽にご覧ください。では最初に、成長はもういらないという話から解説をしていきます。成長はもういらないというタイトルで話し始めているんですけれども、決して成長することを真っ向から否定しているわけではありません。成長っていうのは昔の状態より優れた状態になることを意味していますから、誰だって成長は気持ちがいいと感じます。しかし成長だけを追い求めると、必ず伸び悩んで苦しい時期が来てしまうんですよ。それはなぜかというと、成長には必ず限界があるからです。例えば身長で考えてみましょう。中学生くらいまでは毎年背が伸び続けましたよね。しかし高校生になると、その身長の伸び率が下がって、高校を卒業するあたりではもうほとんど背が伸びないという状況になったと思います。仮に身長を伸ばすことに生きがいを感じているとしたら、その人は高校を卒業する頃に成長できない自分に、つまり背が伸びない自分に絶望しちゃうかもしれません。でも冷静に考えたら、背が伸びなくなるというのは成熟した証拠なので、むしろ喜ぶべきことですよね。そうなんです。成長できないっていうことは成長しきった証拠でもあるので、決して悲観する必要なんてないんですよ。要するに何の話をしたいかというと、今の日本人は成長しきっているのに、まだ成長しようとしている病に陥っているということです。山口さんの集計によると、G7 と呼ばれる先進国7カ国の GDP 成長率は1960年代には 5.5% ほどありました。しかし2010年代には 1% 強にまで下がっています。今の話を単純に受け取ってしまうと、うわ成長率が下がっちゃってるねって思われたかもしれないんですけれど、
先ほどの伸長の話をもう一度思い出してください。時が経てばいずれ伸び率が下がって伸長は最終的に伸びなくなりましたよね。経済だって理屈は一緒なんですよ。今や 2% の成長率でも低いって言われちゃう時代なんですけど、仮にこの 2% の成長を続けることができれば、世界の経済規模は100年後には7倍にまで成長して、1000年後には3億9000万倍にまで成長することになります。1000年後には今に比べて3億9000万倍豊かになっていることなんて想像できますか？ありえないですよね。まとめると、山口さんの結論はビジネスは歴史的使命を終えつつあるということになります。今まで成長してこれたのは単に物質的な豊かさが未熟だっただけなんですよ。すでに物質的な豊かさが満たされて成長の限界点に達しつつある今、成長の伸び率が低くなるのは当たり前で、悲観する必要なんてありません。ここで松下幸之助の使命についても触れておこうと思います。松下幸之助とは今のパナソニックである松下電気産業の創業者なんですけれども、この松下幸之助、松下電気産業を創業するにあたって以下のような使命を定めていました。生産者の使命は貴重なる生活物資を水道の水のごとく無尽蔵たらしめることである。いかに貴重なるものでも量を多くして無題に等しい価格をもって提供することにある。かくしてこそ貧は取り除かれていく。貧より生ずるあらゆる悩みは取り除かれていく。生活の煩悶も極度に縮小されていく。物資を中心として楽園に宗教の力による精神的安心が加わって人生は完成する。ここだ、我々の真の経営は。はい、要するに便利なものを安く提供することが松下幸之助の目指すゴールだったわけです。そしてこのゴールはほぼ達成されつつあります。つまり何が言いたいかというと、これからは経済成長を追い求める活動は減らしていって、他の目標を追い求める活動に転換するべきということです。はい、ここで第1章の振り返りをサクッとしたいと思います。ここまでの話のポイントは、どんな物事にも成長には限界がある。先進国7カ国の GDP 成長率を見れば、経済規模が成長しつつあるのは明らか。経済成長を追い求める活動は減らしていって、他の目標を追い求める活動に転換するべきということです。この3つのポイントを踏まえた上で、次のこれからは衝動の時代という話を解説していこうと思います。経済成長を追い求める活動は減らしていって、他の目標を追い求める活動に転換するべき、この主張に対して、じゃあ具体的に何を軸に行動すればいいのって思いましたよね。結論から言うと、衝動を軸に行動すれば OK です。なぜ衝動を軸に行動するべきかというと、それは以下2つのメリットがあるからです。1、解決が困難な問題を解決できるから。2、楽しい人生を送れるから。それぞれ簡単に解説していきます。世の中には解決されずに放置されている問題が山のようにあります。なんでそんなことになるかというと、問題を解決しても見返りが期待できないからです。すいません、今聞き流しで聞いている方も、今からある図を画面に表示しますので、少しだけ画面に目を向けてください。はい、この図は問題の難易度と需要の多さを表した図になります。もしあなたがビジネスをやる場合、 ABCD どの領域に手をつけるでしょうか？当然 A の領域だと思います。簡単に解決できて、しかも多くの人の役に立つわけですからね。合理的に考えれば、誰だって A の領域にある問題に取り組むはずです。しかし、このようにビジネス的視点で問題に取り組もうとすれば、 BCD の問題で苦しんでいる人が放置されることになっちゃいます。特に解決が難しいし、需要も少ない C の問題で苦しんでいる人は完全に放置されちゃいますよね。例えば、発症する人が5万人未満の病気は希少疾病と呼ばれます。5万人っていうのは、人口比率で言えば 0.05% 未満の人が苦しんでいるっていうことになりますので、その病気を治したいと思っている人の人数は少なく、ビジネス的には解決する価値が低いと判断されちゃいます。とはいえ、見返りが少ないからと苦しんでいる人を放置することは人として正しい姿とは思えません。ここで大事になるのが、困っている人を助けたいという純粋な気持ちなんですよ。困っている人を助けたいという純粋な気持ち、要するに衝動に従って行動すれば、見返りなんて大した問題にはなりませんよね。
でも今の話を聞いて、言ってることはわかるけどお金の問題もあるし、そう簡単にはいかないでしょと思われたかもしれません。後で詳しく解説するんですけれども、そのお金の問題はユニバーサルベーシックインカムで解決できます。ここでは衝動に従って行動すればビジネス的に考えた時に解決されない問題も解決されるということだけ押さえておいてください。はい、2つ目のメリットが楽しい人生を送れるからです。衝動を軸に行動すれば楽しい人生を送ることができます。すごく抽象的な理由になってしまいましたので詳しく解説します。多くの社会人は成長を追い求めて仕事をしているという状態に今ありますよね。言い換えると、より良い製品を作ろうとか売上を伸ばすための戦略を考えようという考えで働いている人が多いということです。しかしこの発想で働いている限り、生き生きと働くことは難しい時代に突入しています。なぜなら、先ほども解説しましたが、経済的な成長はすでに限界点を迎えつつあるからです。結果が出にくい指標を軸にして働いていても楽しくないのは当たり前なのに、世間の人はその事実に気がついていません。しかし衝動を軸に行動すれば楽しい人生を送れる可能性がぐんとアップします。なぜなら衝動には限界点がないからです。成長には限界点がありますけれど、衝動はただの感情ですから限界点なんてありません。少し難しい話になっちゃったんですけれども、この話を簡単にするには子供が遊んでいる様子をイメージしてもらえれば OK です。子供って毎日楽しそうに遊んでいますよね。なんであんなに楽しそうに遊んでいるかというと、自分の衝動に素直に従っているからなんですよ。単純にやりたいことをやって、やりたくないことはやらなければいいんです。もちろんそんなわがままな発想で生きようとすればお金の問題が発生しますけれど、その問題はユニバーサルベーシックインカムで解決できるっていうお話を後でしますので、もう少しお待ちください。今の2つのメリットを聞いて、衝動に従えばいろんな問題が解決されたり楽しく生きられるのは分かったんだけど、そもそも何に夢中になれるのかが分からないんですよっていう悩みを持っている人が結構多いと思います。結論から言うと、夢中になれる物事を見つけるにはとにかく何でもやってみるしかありません。この主張の説得力を裏付ける研究がありますのでご紹介します。スタンフォード大学の教育学心理学の教授であるジョン・クランボルツは、アメリカのビジネスマン数百人を対象に調査を行い、結果的に成功した人たちのキャリア形成のきっかけは 80% が偶然であるということを明らかにしました。彼らの 80% がキャリアプランを持っていなかったというわけではありません。ただ当初のキャリアプラン通りにはいかない様々な偶然が重なり、結果的には世間から成功者とみなされる位置にたどり着いたということです。はい、成功者と呼ばれる人のなんと8割が偶然が重なった結果成功しているんですよ。要するに何が言いたいかというと、何がうまくいくかなんて事前にわからないんだから、何でもチャレンジすることが大事だよということです。今あなたが夢中になっている趣味だって、やってみた結果たまたま好きになっただけですよね。うまくいかないなとか面白くないなって思ったら、その活動をやめてまた他のことにチャレンジすればいいんですよ。夢中になれることを見つけるためにも、ダメ元でチャレンジする意識はぜひ持ってほしいなと思います。はい、では第2章でお話しした内容をサクッと振り返ります。これからは成長じゃなくて衝動を軸に行動すべき。衝動を軸に行動すればビジネス的に取り組まない問題にも取り組めるようになる。衝動を軸に行動すれば楽しい人生を送れる。自分の衝動を突き動かす物事を見つけるにはとにかくチャレンジすることが大事。はい、ではこれらのポイントを踏まえた上で、最後にユニバーサルベーシックインカムについてお話ししたいと思います。衝動を軸に行動するメリットを今サクッと説明しましたが、おそらくあなたの頭の中には一つの問題が浮かんでいると思います。それはお金の問題です。やりたいことをやれと言われても、お金の問題があるから好き勝手できないというのが本音だと思います。もちろん山口さんはそのお金を解決するための方法についても解説しています。その解決策がユニバーサルベーシックインカムなんですよ。ユニバーサルベーシックインカムって全部言うとちょっと長いので、次からは UBI と言います。この UBI とは、文化的で健康な生活を維持するのに必要な金額を無条件で全国民に配る制度のことを意味しています。もしこの制度が実現すれば、
いやいや仕事をする必要がなくなって、衝動に従って行動することができるようになるということですね。しかし今の UBI の内容を見て真っ先に思ったのは、全国民に配るお金なんてあるの？っていうことですよね。結論から言うと、ありません。なので UBI を実現するには増税は避けて通れないということは覚えておいてください。おそらく今の主張を聞いて、税金を上げるなんてふざけんなって思われたかもしれないんですけれど、実は日本の税率ってそんなに高くないんですよ。OECD という世界中の経済や福祉の発展を目指すために設立された組織があるんですけれど、その OECD 加盟国36カ国の中で日本の税金負担率は下から8番目と低い水準となっています。さらに重要なのが、税金の負担が高い国は幸福度が高い傾向にあるということです。例えば税金の負担率が 87% とものすごく高いルクセンブルク、このルクセンブルクの幸福度ランキングは世界で10番目です。そして負担率2位のフランスは幸福度ランキングが23位、負担率が3位のデンマークは幸福度ランキングは2位という結果になっています。ちなみに日本の幸福度ランキングは62位となっています。このランキングからは、税金の高さは必ずしも不幸には直結しない、むしろ幸福度を上げる要因になっていることが読み取れますよね。結局のところ、人が根本的に求めていることって幸せだと思います。なのでその幸せを税金の高負担によって達成できるなら、税率を上げない理由はないと僕は思いました。はい、では第3章のポイントをサクッと振り返ります。UBI は文化的で健康な生活を維持するのに必要な金額を無条件で全国民に配る制度のこと。 UBI を実現するには増税は避けて通れない。日本の税率は高くない。税金の高さは必ずしも不幸には直結しない、むしろ幸福度を上げる要因になっている。はい、これで今回の解説は以上になります。では最後にまとめとして、今まで解説してきたお話をざっと振り返りたいと思います。今回はビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻すを以下3つのポイントで解説しました。1、成長はもういらない。2、これからは衝動の時代。3、UBI を導入せよ。最初の成長はもういらないでは、成長には限界があるから経済成長を追い求めるのはもうやめようというお話をしました。次のこれからは衝動の時代では、衝動に従って行動すれば解決されない問題を解決できるし、国民が生き生きと活動できるというお話をしました。そして最後の UBI を導入せよでは、お金の問題は UBI によって解決できるというお話をしました。今回の解説で山口さんが伝えたかったことっていうのはざっくりとお伝えできたのかなって思います。しかし主張の大枠を簡潔に伝えるために省略している部分がかなりあります。今回の動画を見て、なかなか面白いことを考えてるなと感じた方は、ビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻すを絶対に楽しめますので、ぜひ手に取って読んでほしいと思います。はい、では以上になります。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。